それではね、こちら岡山県産の、デニムのね、紹介になります。ストレッチタイプのね、ブラックデニムになります。で、この生地なんですけども、最初からね、ソフト加工がね施されてるので、比較的ね、こうデニムの中ではね、最初からこう柔らかい風合いをね、こう楽しんでいただけるタイプとなっております。で、厚みの方はね、だいたい11オンス相当になりますので、デニムの中ではね、まあ中くらいの、程よい肉感があるタイプになっております。はい。で、まずね、この生地の特徴なんですけども、まあ、ブラックデニムということでね、ブラックデニムってね、大きく分けて2種類あるんですけども、もう縦糸横糸がね、こう黒い糸でね、こう織られてる、もうバチッと黒いタイプと、あとはね、このように見ていただくと分かるんですけども、片方がね、この白の糸を使うことによって、ちょっとね、このなんていうか、こうシャンブレーというかね、裏感がこう出るというところでね、今回の、タイプはね、この白の糸がね、こう中に織り交ざってるタイプになります。なので、通常のベタッとね、こう黒いタイプのデニムよりは、カジュアル感をね、こう楽しんでいただけるようなね、そんなデニムになってるんじゃないかなと思います。はい。で、ストレッチというかね、聞いてるんですけども、このデニムのストレッチ感ですね、ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じですね。で、イメージで言うとね、もう本当にこう中くらいのこうベーシックでね、本当にこう使いやすいね、ストレッチ性なんじゃないかなと思います。はい。で、次に、このデニムの特徴なんですけども、厚みの方が、11オンスということでね、非常にこう使いやすい肉感なんじゃないかなと思います。まあ、通常デニムってね、程よい肉感があるんですけども、まあ、まさしく本当にこのベーシックなね、こうデニムの厚さになりますので、イメージとしてはボトムスとか、まあベストとかね、あとアウターなんかがね、いいんじゃないかなと思います。まあ、極端に厚すぎないところもね、嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。で、風合いなんですけども、これがね、すごく良くて、これまあ、これが洗った後の見本になるんですけども、もちろん洗えば柔らかくなるんですけども、これね、最初からソフト加工が施されてるんですよね。で、岡山県のデニムって割と最初のりがついてるタイプが多いんですけども、これに関してはね、初めからね、こう柔らかいので、最初からこう普通にこう使っていただけるっていうかね、柔らかい風合いを生かしてね、こう使っていただけるというところもね、すごくね、いいんじゃないかなと思います。幅もね、すごく広いタイプになっております。ちょっとね、見てみましょう。はい、こんな感じですね。幅が142センチありますので、すごくね、幅が広いタイプになっておりますので、洋尺の方もね、余裕持って使っていただけるタイプとなっております。作品のご紹介をいたします。まずこちらね、ワイドサイズのコートになります。着やすいタイプなんですよね。そうでね、こうボタンで開けてラフな感じで着ていただいてもかっこいいタイプになっております。でね、襟もついているので、こうボタン止めて、上までね、締めていただいてもね、素敵に着ることができるデザインになっております。で、袖口もね、タックと、ボタン付きのカフス仕立てになっていますので、こうカジュアルな、ね、雰囲気でも着れるんじゃないかなと思います。で、サイズ感もかなりゆとりのついたね、ビッグサイズになっておりますので、いろんなシーンでもね、着やすいんじゃないかと思います。はい。で、もう一つボトムスも作ってみました。こちらパンツになっております。ウエストにね、アクセントのあるタイプなんですよね。ウエストね、ゴムなんですけれども、その下にね、タックが入っているんです。こちらね、アクセントにもなるし、こうヒップ周りもゆとりがあってね、履きやすいんじゃないかと思います。で、ヒップ周りはゆとりがあるんだけど、裾にかけてはちょっと狭くね、なって細めになっておりますので、すっきりとしたね、綺麗なシルエットで履くことができます。でね、脇から挟み込んだトモ布のね、リボンもアクセントになっております。で、ウエストにアクセントあるので、ぜひね、トップスは中に入れてね、インしたコーディネートでね、楽しんでいただけたらと思います。で、今回のデニムストレッチということで、少しね、程よい伸びがあります。ね、体にフィットして、体にね、馴染んで着やすいタイプになりますし、やっぱり特にパンツなんかはね、履きやすいんじゃないかなと思います。で、こうしたコートやパンツ以外にも、あとジャケットとかスカートなんかもね、綺麗に仕上がると思います。ぜひね、いろいろなアイテムで、楽しみながら作っていただけたらと思います。